よーし、前回に引き続き LSDDEV 試作のこちらのゲーム、シャープ21ザ・ワールドの不思議な世界を探索していきます。前回の鬼の面の下り一生忘れねえからな。めちゃくちゃ根に持ってるやん。お、ここから外に出れそうですね。意外と高いところにおったんやね、私たち。しかしながら、ゆっくり回では7年低空飛行というね。低空飛行、というよりも地べたを這いずってんだよな。悲しくなるからやめて。うわ、なんかとてつもなく暗いとこに来たんだけど。こういうの一番動画制作者泣かせなんだよな。トリマ、向こうの炎青い光に向かって歩いてみるわ。なんだこのバカでかいサイズのキノコは。バカでかサイズキノコパイセンに驚いてる場合じゃない。早く移動可能なぶつかる対象見つけないと。この光るキノコも触れても何も起きない。これ、もしかしたら行き止まり空間なんじゃないか。ああ、そういうパターンか。ルートによっては外れがあるのかな。うわあ、もう、マジでこれ行き止まりなんじゃないの。ここまで来て行き止まりってのはテンション下がるよな。テンション下がるのもそうだし、何より暗すぎてしんどい。こんなん、うちのループちゃんの心の中よりダークネスやんけ。ゲーム自体を切って再起動させて戻ってまいりました。はい、奇抜ぼっちさんは今日もあそこにおられます。彼か彼女か知らんけど、なんでずっとおんねんやろな。そんなことよりマリリン・マリちゃん、クローゼット気になりません？気になるっちゃ気になる気がしなくもないっちゃね。ならば入ってみようぞ。想像以上にクールでシュールだった。今のところ、今回の見どころが暗闇とシャツしかないんだが。大丈夫、これでワンパートも足せるから。全然大丈夫じゃないと思うぞ。こういう、ゆるいパートもあった方が、シリーズは長続きするから。それが、彼女の最後の言葉でした。やめなさいっつーの。おや、見覚えのあるゲームが置いてあるけど、まあ、あんま触れないでおこう。この時、私霊夢はすでにシャツの群れに飽きていた。しかしながら、暗闇とシャツでワンパートも足せると言った手前、ぶっちゃけもう飽きたわ、などとはとても言える状況じゃなかった。心の底ではもうシャツはええて、そう叫んでいた。そんな私の苦悩を察したのだろう。お前ほんまは飽きてるんとちゃいまんの？という顔で隣のバナナが見てくる。こっちをそんなに見るんじゃないよ。扉やんけ、これで新たな道に踏み出せますわ。再び暗闇に戻ってきましたけれども、どうしてこうなるんだろう。